国立アートリサーチセンターの大谷翔吾です。国立アートリサーチセンターでは、来年令和7年度の国立美術館コレクションプラス、そして2年後の令和8年度の国立美術館コレクションダイアローグの募集を合わせて行っています。国立アートリサーチセンターでは、来年令和7年度に国立美術館コレクションプラスの開催を希望する美術館を募集しています。今年度から始まる事業ですが、来年度は規模を拡大し、対象となる国立美術館を3館に増やします。東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立国際美術館の各館コレクションのうち、1館をお選びいただき、応募いただく流れとなります。国立美術館コレクションプラスとは、全国各地の美術館と連携し、その所蔵作品、コレクションの展示をより充実したものとすることを目的とする事業です。開催館のコレクションに国立美術館の所蔵作品1点ないし数点を加えることで、より高いテーマ性を持つ小特集展示を両館の共同のもと実現していくことを目指しています。昨年度は長崎県美術館でプレ事業を行い、ご所蔵の郷土ゆかりの画家、鴨井玲の作品9点に、国立西洋美術館の所蔵するスペインバロック絵画の巨匠、ジョゼペ・デ・リベーラの作品を合わせて展示しました。これにより、スペイン留学によって鴨井が得たものが明らかになり、見慣れたはずの収蔵作品に新たな側面が浮かび上がったと好評をいただきました。今年度のコレクションプラスは10月から栃木県立美術館で開催の予定です。国立アートリサーチセンターではもう一つ、2年後にあたる令和8年度の国立美術館コレクションダイアローグの募集も合わせて行っています。先ほどのコレクションプラスは、開催館のコレクション展示に国立美術館の作品を加える事業ですが、このコレクションダイアローグは、開催館と国立美術館のコレクション双方を活用した企画展です。お互いのコレクションの対話、ダイアローグによって、コレクションの新たな魅力の発見につながることを期待しています。令和8年度は国立西洋美術館が担当館ですので、西洋美術館のコレクションとご自身の館のコレクションを合わせた魅力的な企画をお待ちしています。ご応募いただいた中から1件を採択します。国立美術館コレクションプラスと国立美術館コレクションダイアローグは、国立アートリサーチセンターのアートをつなげる、深める、広げるというミッションのもと展開する事業です。全国の美術館の皆様、ぜひともご応募いただきたくお願い申し上げます。応募期限は6月30日となっています。詳しくは URL もしくは動画の最後に表示される QR コードをご参照ください。ご応募をお待ちしております。